はい。こんにちは。柴崎です。お元気ですか？今までもね、柴崎、随分いろいろな画材を使って絵を描いてあなたにお見せしてきましたね。例えば、これでした。ね。100均で買い求めたクレヨンでしたね。面白かったでしょ？実は、柴崎ね、昨日ね、新しい画材を見つけました。でもそれはね、100均で見つけたんじゃないんですね。柴崎の、アトリエの倉庫をね、掃除してるときにね、隅っこの方にあったんですよ。それはね、これです。どうですか？ね。サクラクレパス。これは日本ではね、結構、まあ、主にお子さんたちが使う、まあ、有名な、画材ですね。あなたも、小学校や中学校で、ね、これを使って、もう、お絵描き、熱中したこと、ありませんか？中、ちょっと、見てくださいね。もう箱もね、ボロボロになってます。はい、もう、蓋も壊れちゃってね。これです。懐かしい？でも、全色揃ってないんだけど、ね。でも、色綺麗ですよね。ね。せっかく、倉庫の隅にね、今まで眠っていてくれたからね。今日は、柴崎を、この桜クレパスを使って、どこまで描けるか。試してみたいと思います。ね、あなたも、当時のことを思い出してね、一緒に楽しんでくださいね。書き上がったらまたお会いしましょう。はい、ね、桜クレパスですね。もうこんなにボロボロになっちゃってるんだけど、そうですね。でも今12色しかないけど、一応基本色は揃ってますね。白もあるし、ね。もうだいぶ使ってあるけど、ね。これで描きますよ。はい。ではやってみましょう。ね。今日何を描くかっていうと、桃の花がね、ね、ピンクだったり白だったりの桃の花がいっぱい咲いている、その小道をあなたがね、散歩しているっていうような雰囲気です。これが桃の花ですよ。大きく描きます。じゃあ塗ってみようね。まず桃の花だから桃色からですね。うん。もうこの、ああ、いいね。なんか喋ると思ったけど、塗った感じがすごくいい。うんうん。ああ、このクレパスよく伸びるね。では今度は空ですね。このクレパス、もしうちの息子がね、小学生の時使ったとしたと、もう30年以上、このもううちの中あったんだね。でも、全然、こう品質が劣化してないですね。おー、すごくよく伸びます。こうね、塗っていて気持ちいいね。指でもこんなにほら、よく伸びます。今日はこの絵の色がね、よく伸びるって特徴を生かしてね、徹底的に描いてみようかな。ね、薄大大を重ねてみましょう。ああ、本当に、なんていうかな、こう、塗った感じがね、ねっとりとした感じがしますね。だから油絵で描いてるような、そういうなんか、とてもなんか充実した感じがしますね。はい。で、今日はね、こう、今僕、ね、こう、深緑塗ってるんですけども、いつもね、透明水彩、柴崎の動画ね、見てくださってる方、今何と何の色を混ぜましたかとかね、そういうご質問もあるんですけども、今日は、ほら、もう一回ごとに
それぞれ単独の色を顔面の上に置いていきますので、あ、今はあの色を塗ったんだな。その次に、じゃ今度はこの色を、その、さっきの色の上に重ねたんだなっていうね、混色もね、よくわかると思いますので、そういう意味でもね、楽しんでみてくださいね。はい、遠くの方の桃の花を描いてます。それをこう、ちょっとチリガクテに伸ばしてるんですよ。よく伸びるな、本当に。いい感じ。ねえ。うん、描いてたら楽しくなる。ここちょっと描きすぎたから、削るね。ここ白い花にするから。だから、描きすぎちゃったら、こうやってね、カッターナイフで色取ってしまえばいいんですね。うん。いいですよ。だから楽しい。今日ね、小さいお子さん、このクレパスを使ってるね、お子さん、お持ちの、ね、若いお父さん、お母さん、ご覧になっていたら、今日これね、しっかり見ておいて、今度は、ね、お子さん、一緒に書いてみてはいかがでしょうかね。はい、遠くの方を塗ってます。近くの方にも同じ色を重ねてます。今度は黄色を重ねてますね。だんだん色が複雑になってきたでしょ？今度はグレーです。ね、遠くの方の、こう、木とかね、山、グレーにしました。そして、深緑。なかなかつかないぞ。深緑で、ゴシゴシとね。うん、ついたついた。オレンジ色も。ほら、結構、思いがけない色を、こう、加えるでしょ？こういうのもね、参考にしてほしいんですね。例えば今、こうね、ブルー塗ってますよね。山とか日陰の分、こう重ねてますけども、そこに、またこうやってほら、グレーとかね、黄色とか、ねえ、そんな色を重ねるんですか？みたいな。実は重ねていってるんですね。ここにほら、オレンジ色も重ねちゃいますよ。こうするとね、こう思いがけない混色っていうかね、とっても色に深みが出ていいんですね。そういう点ね、いつもどんな色をしようかなって、ね、こう悩んだり迷ってる人、参考にしてくださいね。あ、どんどん暖かい色を重ねてます。白も重ねてます。さあ、絵の具、色がだいぶ重なって、ね。今度は遠くの方の、木の葉っぱですね。まだ腹が浅いので、木の葉っぱもこんなね、黄土色っぽい色なんかしてるんですね。こうです。指でぼかしてます。とっても気持ちいいです。ね、よくこう伸びてくれてね、絵の具が。はい。ほら、どんどん色が深くなってきましたね。さあ、だい色ですね。こんな風にね、そこにほら、こんなまた深緑を重ねたりするんですよ。色がすごい複雑でしょ？うん、これが面白いんだね。さあ、どんどんいく、どんどんやっていこう。こうですね。黄色もね。本当にね、この桜クレパスね、もういい画材ですね。さあ、こうやって桃の花を咲かせて、それを白でこうやってね、混ぜてしまいます。あ、遠くの方の花に見えてきたでしょ？柔らかな感じですね。少し赤も使いましょうね。色が寂しくなってくるので。どこどこ赤を入れて絵をぐっと引き立たせます。こんなところにも赤塗るんですよ。はい。ね。
今はまだ春が浅いので、こう草の中には冬の時の枯れ草と、それから新しく芽吹いた若緑、二つが一緒になってるんですね。この季節はそんな色をしてますね。さあ、ではもっと桃の花をいっぱい描きますね。こんな感じね、点描風にポンポンと、これでちゃんと色がつかね、紙につきますね。赤もね、少し出していきます。絵が華やかになりますね。そして紫色で日陰のところ少し塗ってあげましょう。こうですね。さらに白です。ほら、ねえ、なんか印象派の点描みたいになってきたでしょ。はい。さあ、だいぶ色を重なってきましたね。ね、たくさん色を重なって、とってもこう複雑な、こう深い色になってきたでしょ。ねえ、こういう混色を、このクレパス、楽しくできますね。とってもいい画材だと思います。こうですね。まだまだ、ねえ、色を重ねてみましょう。ではね、この小道を散策しているあなたたちですね。どうしてもこのクレパス太いからね、細かいとこは描きにくいんですけども、でもちょっと色を置いて、ね、でそれ以上細かいとこ、柴崎いつものね、鉛筆で描いてます。まあ、ちょっとそんな感じかなって、絵は伝わればいいんですね。それから木の幹や細い枝も鉛筆で描いてますよ。こうですね。それから明るいところはカッターナイフでこうやってガリ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 。こうですね。こうやってね、指を使ったり、鉛筆を使ったり、カッターナイフを使ったりすると、だいぶね、細かい複雑なことができるんですね。ここもですね。こうやって色を混ぜながら引かちゃいます。ああ、どうでしょう。ねえ。では、このね、桃の木のね、幹を描きますね。まず、紫色。で、深緑ですね。こんな混色も綺麗でしょ。そして、細かい枝をちょっと描きます。はい。ね、遠くの木も同様にちょっと描いてみようかな。この引っかくのもね、なかなか心地いいんですよね。はい。さあ、どんどんまた明るい花を咲かしてみよう。こうやってね。うん。こうやって、ね。よしよし。いいね。明るい日差しがね、見えてきましたよ。
と桃の花を描こうかな。このくらいね、いっぱい咲いてたら楽しいね。こうだな。ね。そしてこう地面にね、落ちて日陰を描きますね。まずピンク、ブルーですね。もうどんどん色重ねてみたいと思いますね、ここは。うん。今度はグレーね。グレーもこう重ねます。こうなんかね、春のね、こう柔らかな影みたいな感じ作りたいですね。こうかな。日陰のここをこう暗くしてと。赤なんかもいいですね。全体の色の調和にぴったりですね。少し赤を足すといいです。さあ、ね、黄土色も入れて、白も加えて、いいね。どうですか？なんか、モネのね、あの、睡蓮の絵の色みたいになってきたでしょ？そんなことない。どうだろう。はい。さあ、ね、白もこう加えて明るくして、ちょっとソフトにしましょう。さあ、またピンクですね。桃色を加えて、さあ、全体の調和をとって、ね、いいね。グレーでぐーっと混ぜてしまいます。こう柔らかなね、春のね、影の部分ですよ。さあ、どうかな？このくらい。はい。出来上がりです。はい。ということで、描き上がりましたよ。ね、桃の花が、ね、白い桃の花とか、ピンクの桃の花がね、わーっと咲いてるね、風景を描いたんですけども、楽しんでもいただけましたか？ね、この桜クレパス。やっぱり、ロングセラーね、商品だけあって、もう、今でも全然、発色、衰えなくて素晴らしいですね。もしあなたのね、お家にも、これ、眠っていたらね、もう、ぜひ、使ってみてください。楽しいですよ。はい。さあ、ということで、今回は、アトリエの掃除中に見つけた桜クレパスで描いてみました。はい。長い時間ね、ご覧くださって本当にありがとう。また次回違う絵でお会いしたいと思います。それではまた。